ニメ大好き濃厚アニソンカウントダウンをご覧の皆さん、島地です。アニメ大好きと言っておきながら、ですね、今年僕活動10周年で10周年イヤーということなので、とてもたくさんこう CD であったりだとか、ライブであったりだとかこういうイベントごとに追われてまして、全然アニメは終えてなくて、もちろん僕自身が関わらせてね、いただいたその週末のワルキューレとかはアニメ漫画両方追わせていただいてるんですが、その他の情報が全く僕に入ってきておらず、なので僕ツイッターとかやってるので、なんかおすすめ等あればもう何でもいいので教えていただければなと、はい、思っております。そんな島地ですが、ニューアルバム御の字が、ただいまリリース中です。御の字は10周年を記念して、作らせていただいたアルバムで、合計7名の飛ぶ鳥を落とす勢いのボカロ P さんたちの個性的な楽曲、と僕自身が作詞作曲した2曲、計9曲ですね。どれももう個性的でパンチの効いた曲の連なりですので、アルバム、まるっと聴いていただければなと思っております。そんな中で、その先ほどもお話に出しましたが、週末のワルキューレという作品の、エンディングテーマですね、不可避という曲を作らせていただいて、それの、ミュージックビデオが YouTube に上がっております。はい、それの収録時の印象的なエピソードというと、僕はMV 収録撮影とかが初めてで、初体験でして、全部だからもうそのね、ロケ地に集合するところから、こうなんかこういろいろたくさんのこのスタッフさんがこう動き回ってね、なんかいろいろお仕事されてるのを見て、今これ何してはんのかなとか、次今これどこを撮るシーンなんかなとか、なんかこうもう全部が初めてだったので、もう楽しくて仕方なくて、特にね、だから僕自身その MV のことについては何も考える余裕もなく、ただただ一日楽しかったという撮影が、その思い出しかないんですよね。で、そんな MV なんですけど、見どころといえば、まあ、だから僕もねちょろっと出させていただいてるんですけど、どっちかって言ったらそのもう僕のこの作った不可避という楽曲をダンスで表現してくださった野中さんというね、女性ダンサーがいてはるんですけど、その方のダンスが素晴らしくて、もうなんかね、その全身を使って、あれ何ダンスっていうんやろ、なんかいろいろねジャンルあると思うんですけど、全身を使って曲を表現してくださるっていうあのダンスを見て、もうひたすら感動しておりました。なのでぜひ MV 見る際にはそこに注目していただければなと、はい、思います。アルバムタイトル御の字にちなみ、最近プライベートで御の字だったことがね、思いっきり生活臭の漂う話になるんですけど、食器洗いあるじゃないですか、食器洗いのスポンジ、スポンジの置き場所に困っていて、なんか今までは普通にそのスポンジ置き場みたいなやつを買ってそこに置いてたんですけど、なんかそこにもなんかこう水垢が溜まったりだとか、なんかその泡の残りがこうそのままついたまんまみたいになってたりとかして、なんかちょっとストレスやったんですね。でなんかええのないんかなと思って、なんかいろいろネット使って検索してたら、なんて言うたらいいのか、なんかこうイボイボガリガリなんて言うんだろう、トゲトゲがついてる部分があって、その裏に吸盤がついてるっていうやつがあって、そのトゲトゲにスポンジって柔らかいじゃないですか、どんなやつでも、それが引っかかるんですよ、うまいこと。でその吸盤をシンクにペタッてくっつけるだけっていうのがあって、試しに買ってみたらこれがすごい良くて、
洗い物をしててまだスポンジついてる、泡ついてるスポンジをこうピュッてこう一時待機する場所としても優秀ですし、あのなんかあシンクに泡つくなとかなんかあの水がそこに溜まってしまうなとか、なんかそういろんなちょっとしたストレスを全く感じずにあの食器洗いを終えることができるっていう経験ができて、これが地味ながらすごい感動して、もうめっちゃ安い商品でしたけどね、400〜500円でしたけど、あれは皆さんにお勧めしたいと思いました。はい、最近です。今後の予定についてはですね、あの僕島地オフィシャルホームページありますので、あのそちらに詳しく全部載っておりますので、ぜひ、一度ねそちらの方チェックしていただければなと思います。最後に、番組からの濃厚ワードに答えます。はい、今月のお題は馬も人も固有秋魔性の一品、はいはい、ということで、つい食べ過ぎてしまうレシピなどもあれば合わせて教えてください。これね、僕そこまであんま普段から料理とかはしないんですけど、ちょっとねスーパーで普通に売ってるお塩あるじゃないですか、数百円かなで売ってる塩を今まで普通に使ってたんですけど、ちょっと気になってネットで検索してみたら、そのもう本当にちょっとのお塩がすごい価格で売られてるやつとかがあって、 200g ぐらいが3000円とか結構高級なお塩が売られたって気になって買ってみたんですよ。そしたらなんかね、もうレシピなんていらないんです。あのご飯とお塩、そのお塩だけでうんまってなって、ほんまにあの焼肉とかもそうですね、結構安いあのお肉やったとしても、あのちょっと焼いてその塩ちょっとつけて食うたらもう OK です。もう何もいらない、それだけで。なのでこれお塩に限らずなのかもしれないんですけど、普段使ってる調味料とかっていうのを安いやつじゃなくてちょっとなんか一つだけ高級なものに変えてみるっていうのが結構もしかしたらコスパいいのでは、逆にみたいな、あんまり料理に時間かけなくてもいいですしね、それだったら、みたいなことがおすすめレシピです。はい、以上島地でした。ありがとうございました。